えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、ピヨ将棋ね、やっていこうと思います。えー、ピヨシ君くん、7杯1分け、みたいになってますが、えー、9戦目ですね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さて、えー、どうしようかな。まあ、ちょっと違うことしてみるか。真ん中から、行ってみるのはどうだろう。 んでもそれはまあ一応そっちに備えておいてそうだねまあまあまあこっちも進んでいくかこれは一旦取って で、えー、守るとそうだねでここからだけどどうしよっかまああれか銀前に進めたい気もするんだけどそれだとちょっと。 なん守るうーんそうだねちょっと王様横に寄せておくかこれでえ銀をね外に出しておっとちょっと待ってそれはどうすればいいまあこれ一回は取らにはならんかあちょっと待って取ったあと取られた時にこっちんああ大丈夫か取ったやつを使えばいいのか。 えー、ただ取ってこなかったっすね。なるほど。そうしたらあどうすればいいんだこれは。ちょっと待ってじゃあこっち進めて取ってきた。えー、っとねちょっと待ってこれはまた追い出すか。横取ってきた。 ここを前に進むと逃げるほい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 じゃあそうだな今度はえーこっち こっっっちちの銀もこっちに行ってみようかあでもちょっと待って横塞ぐとねこいつの移動できる範囲が狭まっちゃうからないやまあでもこっち行こうかあそれはあれか反対側攻めるぞって言われてるような感じがするのでえー、一旦守んなきゃダメだからこっちにしよう むむ,む <laughs> そうだねうんーまあじゃあ真ん中攻めていくかこっちを使って んでってみましょうおっとえー、っとねちょっと待って相手のそのラインはあー大丈夫だね何も自分の駒はないからこれじゃあアタックしよう取るこっちも取って。 そうだね。どっちかに下がるしかないか。これはさすがに。あ、でも、前のやつ取るのはあるのか。あ、いや、でも銀もいるからな。取ると銀で取られて、その後は続かないか。なので、ま、やっぱ下がるんだな。どっちに下がる方がいいか。だが、えー、っと、ま、元の位置戻りますか。うん。 それは、そうか。ライン開けた上に、えー、アタックしてるってことだよね。あれこれどうしよう。まあ、下がるか。こっち下がろう。おっと、それはどういうことだ それはどういうことだんといやこれ結局取ってくれたらあれだよねこのラインに置いて取ってくれたら取るっていうことはできるけどそのあとが続かない、えー、取ってくれなかった時に取り返しても同じことになっちゃうんだよね。あ同じことにはならないか。 いやでも銀で取られてうんって感じになるからそうねいやでも同じことにはならないかあれああでもそうかだから取って、えー、飛車で取った時に、えー、もう一回ポで蓋されたら困るのか。 そうだね。そうなると、むしろ今、こっち狙うか、よける。まあでも、取ったら取って、なあ、<laughs> 取ったら取って一緒かっつう話だよな。 いや微妙だなそれも。ってことはこうかはい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 。そうだねこの後どうしよう。 うーんいやーちょっと分かんないなどうすればいいんだえー、っとこいつ使いたいと思うとここを動かさないといけないか。 いや、いや、こっちからかどっちだ微妙だないや、こっちか。こっち一歩進みましょう。で、一旦これやってみる。避けた。避けたけど、これ、つつかれたら取れないでしょこれは そっちまでよけるでもこれもつつかれたら取れないでしょ下がるのかん下がるのかほうこれにはあそっちそのラインは えっとあれか狙われてるのか一応ただ一回大手してみるまあでも銀で取られてそんなにかそうだねそうしたら。 これで <laughs>。えーっと、そうね。まあ一応ここで塞ぐか。おっと、そっちに逃げた。これさ、もういもうむしろ <laughs>、いや、せっかく塞いだけど、もう一回これいって、両方、 ーで、ね、王様の頭を攻めるみたいなこともできなくはないんだよなちょっとこうやって見るか取られたえでもさ王手銀で取る王手先に敗れるんじゃない どっちから動くのがいいとかあるかあんまり関係ないかこれちょっと大手,大手あ単に下がる単に下がるじゃあ一旦守ってもいいかいや違うなこれ前進したら 逃げるしかないんだよね相手ちょだったら一歩前には進んどくかうんそうだね逃げるしかないよねでこの状態で一旦守るかまあこの状態で一旦守るあそっか あ、そっか、そこにもいたのか。あ、ああ、ちょっと待って、そうか、それは、なんてこった。んー、あ取るしかないか。まずかったか ちょっと待ってまずかったかえー、っとねそっかそっかそっかこれは相手金と銀持ってるのかこれはまずいなあれどうしようちょっと待って。 あれえー、ちょっと待てそうかえー、っと一旦大手してみるこっちから行ってそれも取る取って大丈夫だよね取りましょう大手 これね取って取られてんんんん分かんない <laughs> な。何かありそうな気もするがこれ桂馬とあーまあバックするいや桂馬と。 あーちょっと待って、えー、どうしようこっちかやっぱり取って取られて、えー、取る取るなるで取るこれね裏返さないで次6の1で裏返すみたいなのがいいんじゃないかもしかして。 これ裏返さずに取って大<手>裏返さずに取ってこれあーあーまあ、取っ 取ったら取るよどっちかで受けて取ったら取るようにするかもしくはポでこれ一旦こう守ってよける。 これは取る大<手>これどっち行く飛車もいるのかあこっちか大<手>それは。 うーん、そうか。いや、これ下がる方がいいか。あ、でも下がると後ろに回って取られて。え、でもさ、これさ、大手のラッシュが終わったらが、あれだよね、裏返せば勝ってるよな。取れない。横も来れない。そうだよね。だから、これしのげば勝ちだとするならば、下がってていいのか。 いや待てこれでもいいのかどっちのが確実こっちかないやでも斜めに逃げれる道残しとく方がいいとしたらこっち下がる方がいいこうかな王手王手はい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 これ逃げるしかない取れないからね逃げるしかないね王手王手これは これも、これはどっちだ自分で取るか自分で取るかこれも、あ,あ違うね。これは取れないんだね。はあ、どっちだこっちに逃げる。大手 <laughs> これは、 そうかこっちに逃げるしかないね。<laughs> そうですか。いやーまあ3択いや4択か取る手も大丈夫なのか取る手もあるなら取った方がいいか わからんけどとっっていく大<手>これもとっていく<手>これはこれもとえ取るとなんかあんのわかんない取る大<手>これは。 下がるいやこれ銀か銀でディフェンスするはありそうだよねとにかく相手の王手王手がやめばまだやれるはずだから<手>これ取るでしょ王手,王手 えーっとね、これは、横でいいのかなどうだろう横、横に、あーいや、わかんない。下がるのとどっちがいいんだろうわかんない。こっち。<laughs> えー、これは、ああ取りましょう。これも取る。ちょっとなんか相手困ってるっぽい節はあるね、これ。 ああ、でもなんかこれをやることで逃げ道が広がってる相手の王様。いや、わかんない。でも、これ取って。あーそうか。それで逃げれるようにしちゃうわけだ。なるほど。じゃあ一旦こっち取ろうか。相手も、あれだな。あーどうなんだこれ。いや、裏返してからのがいいか。 取れない。まあ、要するに、今の場所に逃げるしかないんだよね、相手は。これで、逃げるしかない。そこで、銀、下がる。うーん、そうか。いや。あ、でも、金がいると結構しぶといな。一旦やめか。一旦やめましょう。 一旦やめてただ相手にも角を取られてさあここからだでも今回なんかやれそうな気がするんだけどやれそうな気がするけど爪を誤ると一気に持っていかれると思うこれ銀じゃないかな一旦で金で取ったらうんー いや銀じゃないかうわわかんないねむしろ一旦飛車飛車をやって桂馬をよ寄せていく感じでいくかそれはありそう えーっと一旦ここ置いてからこれはああそうかそこの守りかじゃあえ じゃあ一回これで王様が逃げていくはお下がるか下がる取ったらこっちも取る。 で、相手は取ってきたけど、あー、微妙かちょっと待って。うーん。いや、わかんない、わかんないか。 いや分かんないなあ,あーそうかどうだろう分かんないぞ <laughs> えー、どうするかちょっと待って何かありそうな気がするんだけど。 わか,からんいやこれ裏返すか一回ここまで寄ってここまで寄って裏返すであこれ勝ってないのか取れないよなこれ勝ったでしょくらえ おっしゃやっと勝ったオッケーオッケーオッケー。え、ピヨシ君にやっと勝てましたね。まあ、さっきのは、なんだ、どうしようもないから、ほっといたってことなのかなオッケーやっと勝ったマジでなん、何連敗してたまあ、なんか7敗してて、一分けに、えー、なんか勝てそうだったのに引き分けにされたのがあったから、 7敗1分けでやっと一緒か。OKOK。まあ、10戦以内になんとか勝てたので、よしとしましょう。えー、今回はちょっと真ん中を攻めてみようみたいな感じにしてみたんだけど、結果的にはうまくいったのかなその作戦自体は。ただね、うーん、途中ちょっと怪しかったよね。 この辺とか多分苦しいんだと思うけど、どうなんだろうな。あ,あ、そうそう、そっちも来られて、ちょっと、なんか真ん中に戦力を集めたいのに、左右に振られてね、ちょっとバラバラになっちゃってるような節もあったから、まあなかなかね、どうしたもんかなと。これもね、あの、そうね、取って、 守られて結局戻して、そうだね。それでちょっと、どうなんだ、これは。まだ、まだやれるのか。今のもね、なんか角ぶつけ合って、その後どこに入るかみたいなのもあるのかなと思いつつ分かんなかったからね。で、この辺は割と、相手の方が受けに回ってるような感じもしたんだけど、 その後だね。ここで、まあ、どんどん桂馬を両サイドから、えー、ダブル K ちゃんで、アタックしたんだけど、これ何あの、グラフ悪くなってるけど、なんか攻め、<laughs> 攻めが気持ちよくなってるのかと思ったけど、そこがね、まずいから悪いって判断なのか。はい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 。ただでもこっちもそこを狙って、 で、取って、次ね、ほっとくと取れるんだよね、相手。だから、ここで相手は、ずっと連続で王手を、大手をしてきてるんだよね。ただ、王手が途切れさえすればえ5、5の3の桂馬を6、6の1に裏返したら、その時点で勝ちだから、相手はずっと王手し続けるしかなくなってんだよね、これ。うん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 。 そうだよねまあ大手し続けられて多分どうなんだこれグラフすげえ行ったり来たりしてるし多分ね相手の手にも赤い三角出てるような感じがするからおそらくこの辺ではいいのかそうねグラフ的にもいいんだろうね大手がかからなくなったらもう次取れるからその時にはもう相手諦めて 逃げ道をね、作ってきましたね。そうだね。で、一旦、えー、そこやって、まあ、銀が逃げてるから、そこで終わりにはならないんだけど、まあ、その後一旦やめて、いろいろ回収して、まあ、これだけ資源があれば、攻めきれるでしょうということでね。えー、っと、そうだね。向こうは、えー、向こうもね、やりようがなくてそっち取ってきたけど、まあ、金でフィニッシュということでね。 やっと勝てたよ、ほんとに。えーと、握手5回、疑問手0回、後手5回、定石5回、最善手49回、78%番。あ、なんか今回出来がいいんじゃない随分。序盤91、中盤61、終盤77、全体75。ほー。あ、今回なんか良かったんだね、じゃあ。へー。 ほいほいほいえっとねなんかここで悪くなったねこれは悪い手なの本当にあそっち何その左右の違いがわからないは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 い取るでしょで下がって進んでえなんか実践とあはいはいはいまあまあ、まあ、こうなるんだったらそうだねこっちのがいいはいいんだろうね で取られたけど取ってはいはいはいまあ下がるのか。で、えー、これも逃げて逃げて、えー、取られてこのあとどうなるんだいという感じですね。んあっ桂馬横に行けば行けるのか。 いや、そんなことないな。まだちょっとわかんないな。ほう、まあ、これが一応推奨の進行なんだ。え、これ、でも、なん、どっちの桂馬で行くかで何がそんなに違うの <laughs> いや、わかんないんだけど、実戦のルートだと、もう、銀で取り返さずに王様単に下がったんだけど、何か差があったのかなちょっとわかんないね。 ははははいはいはい、はいなるほどでえー、こっちもえー、っとね王様狙っていってで、えー、これも取っちゃって、えー、銀で取られるけど、えー、桂馬をね裏返さずに取って次でね王手したらもう逃げられないぞという状況を作ってまあここからは相手もねあのもう。 ずっと大手するしかなくなっちゃってたんでえー、ガンガン攻めてきたわけだがまあうまくねかわせたのでよかったかなというここも怖かったんだねきっとこれ俺一社でっていうのも考えてたけど飛車でやってたら斜めに逃げれなくなってたからえー、っとね金でやられちゃってたんだね危ねえ <laughs> ちょっとこれ分かってなかったからここでかわせたのはかなりラッキーというかまあ2分の1でねうまく しのげたぞという感じですね。いやあまあ運が良かったというしかないなこれは。でまあここまで来たらなんか結構手持ちがね豊かになってきたんでまあ勝てそうな雰囲気はしてきてあとはねちょっとまたあの取りこぼさないようにしっかり狙っていこうかという 感じでしたね。そうだね。ここまででもう王手がついえて、相手は、えー、王様の逃げ道作るぐらいしかなかったんだけど、まあ、とりあえず裏返して、で、改めてね、えー、飛車をゲットしまして、その飛車を使って、えー、逃げ道をね、さらに塞いでいくと。うん。あ、これ今回はなかなか良かったんじゃない <laughs> 自分で言うのもなんだが。そうですね。 えー、ということで、ま、あ今回はね、これで終わりにしようと思います。まあ、次回は、まあ、一回でもね、勝ったらどんどん次に進んでいこうという方針でい,いるので、レベル15にね、進んでいきましょうか。えー、ちょっとね、確認しましょう。レベル15のヒヨンくんですね。<laughs> 名前がだんだん適当になってきたような気がしますが、まあ、こん、えー、次回はね、こちらに挑んでいきたいと思います。ということで、ね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。いよいしょー。